こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。いよいよ出ました、新しいイルコスタンド、イルコライトスタンドじゃなくて、新しい日清の、ライトスタンド。これが LS5C という名前になってるんだけど、これもうすごい。だいたい私の好きなものがこのライトスタンドにほとんど入ってます。そしてこのコンパクトなサイズだけど、これすごい伸びます。そして、足も伸びるし、もうほんといろんなすごいところあるので、今日の動画で今からちょっとセッティングして見せるので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてマジで軽くてもうびっくりします。 URL も下の概要欄に入ってます。持ってる人ちなみにいますか？ぜひコメント欄で教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK、日清のライトスタンドもう結構好きです。もう5年前ぐらいからだったかな、最初出てた時のめっちゃ軽い、もう勝手にイルコスタンドってずっと言ってました。もうこれがイルコスタンドプロ、もう新型のライトスタンドで、もう本当に好きなところが結構入ってます。ですっごいコンパクト。まずこの長さで、これ何センチなんだろう、50センチぐらいかもしれない。もう本当にコンパクトだけど結構伸びます。そしてライトスタンド、今までの日清のライトスタンドにちょっと欲しいなというところがあって、荷物引っ掛けるところがなかったので、それもあります。もうこれでこのフックで荷物引っ掛けることもできます。でさらにこのフックが三脚ネジになってます。これ三脚ネジなので、普通になんか三脚で入れるものとかでもいろいろ、今はスパイダーのピンとか入れちゃってるけど、三脚のネジあるものとかだったら、例えばファルカンの F22 のプレートとか入れたりとか、なんかいろいろ入れることもできるし、そして実は穴にもなってるので、もしこれを外せば穴になってるので、何かちょっとしたロープかなんか入れて、ほんといろんなものも、これで工夫できるので結構いい感じです。さらにこれも結構すごいなんだけど、足はこういう感じになってるんだけど、足は実はもっと伸びます。足がもっと伸びると下の地面の面積ももっと広くなるので、もう少し倒れにくくなるんじゃないかなと思います。例えばこっちももう少し伸ばして、で今ちょっといろいろ試してたんだけど、最後までじゃなくてもう少しだけ入れた方が、個人的にもうちょっと頑丈な感じがしました。そしてこれで、調整して、でもし逆になんかちょっと斜めのところで撮影してる時に1個逆に入れたら、ちょっと斜めのところでもすごいいい感じにバランスできるんじゃないかなと思います。なのでこれも本当に素晴らしい。でそこまでめちゃくちゃな感じじゃなければ、別に中の方に入れて普通に撮影するのも全然ありなんじゃないかなと思います。そして今はちょっと一旦広げて、そしてちょっとストロボを1つ設定して、ソフトボックスも今持ってきてるので、ソフトボックスも設定して。フルセッティングしてみようかな、どうなるか。本当にスペース広いので、これ結構倒れにくくなるんじゃないかなと思います。もう素晴らしい。ただ広げるほどもう少しだけ多分曲がることないんだけど、すっごい重い荷物多分引っ掛けることはできないで、こう書いてるんだけど、この辺かな、ここに注意書きが書いてるんだけど、マックス最大荷物が3キロです。3キロ以上乗せないでください。なんかカバン引っ掛けたりとかな、そういうこともしするなら。でも軽いので、逆に少しだけこのネジの下から引っ張るだけで結構この面積になるので、もうすごい頑丈になるのかなと思います。3キロってことはゴドックスの AD600 無理ですよ。あれ自体が 3.4 キロなんでダメです。で普通のクリップオンストロボ、もちろん日清のクリップオンストロボ、ゴドックスの AD100 ぐらい、多分 AD300 でも問題ないと思うけどぐらいのクラスのストロボだったら問題ないかなと思います。で、マックス伸びるのがこれぐらいがマックスです。で、それはどういうことかというと、2メートルぐらいかな。私が185、7か、187センチなので、2メートルぐらい、伸びます。で、今2メートルいらないので、これぐらいにします。そしてストロボ1個、つけます。で、今日は α93 で今から撮影する予定なので、ニッシンの MGX じゃなくてゴドクスの AD100 持ってきてます。そしてゴドクスの AD100 をここね、ちょっと皆さんに質問。私みたいにこれ嫌いな人いますか？もうこれ10年ぐらい多分いろんなストロボでもう使ってるのがなんかもうほぼ当たり前、ボーエンズの S ブラケットもう大体これぐらいしかないけど、私みたいにこれ嫌いな人いますか？これマジ収納に困るし、すごいなんか形がもう中途半端 で意外となんか出てこない。何ももし嫌な人がいればぜひコメントで教えてください。すごいいいの見つけたので、もうスマートですっごい運びやすくて全然スペース取らないボーエンズマウントのいいブラケット見つけたので、もしかしたら近いうちに紹介するかもしれません。でも今日はこれでやります。ゴドクスの AD100 をとりあえず入れます。ゴドクスの AD100 をライトスタンドに、設定します。今風はあるので、この風でどれぐらい、多分大丈夫ぐらいの風だと思うけど、一旦設定します。来た。今一番開いてる状態に、してます。でももしかしたらちょっと縮めるかもしれません。で、ソフトボックスは今大好きな、アパチュアのライトドームミニをボーエンズマウントにして今回つけます。ボーエンズマウント、はい、来た。おお、ちゃんと締めてなかった。そして前の足の方に向けて、撮影します。こういう感じで撮影します。いい感じで、これをもう一回下からちょっと何かで引っ掛けた方がもう少し頑丈になるのかなと思います。今ちょっとだけここまで足伸ばすと少し動いてるかもしれないけど、これで一回止めたら結構いい感じになるかなと思います。でも今もうこれぐらいの、今ちょっと風来てるけど問題ないかなと思います。そして一回締めてみると、下の足を普通の状態で締めるとこれぐらい、はい、今足締めました。これまた違う感じで、この状態だと逆に今足に荷物を置いて頑丈、倒れないようにするのも結構いいかなと思います。これが新しい日清のライトスタンドです。そしてもう一つ、私ずっと前から求めてたものも改善されてて、それ前回のミニ50センチのちっちゃいやつもあるんだけど、それも改善されてる。ここ回ります。今までの日清のライトスタンドはだいたい棒が伸びない、多分溝が入ってるから伸びないようになってたけど、今は一番上の棒が綺麗にもう どっちでも360回るようになってる。むしろ下の方は回らない、下はもう固定されてます。で、上だけはいろんなアングルに回すことはできます。これは今から普通にこのセットでこれから撮影するんだけど、このソフトボックスも若干重いかもしれない、もう少し軽いので行ってもいいかもしれないけど、このソフトボックス結構好きなんで、ゴドクスの AD100 も普通のクリップオンストロボとかでもこれすごいいい感じです。日清の新しいライトスタンド URL は下の概要欄に入ってます。新しいイルコスタンド、日清スタンド、イルコスタンド、どっちか、もうイルコスタンド新型プロマックスか、もう伸びるやつお名前皆さんで決めましょう。めっちゃいい感じです。そして今ソフトボックス今入れてるんだけど、これもう一つ自分もよく使ってるアクセサリーは、そして今から実際につけるけど、アンブレラです。日清のアンブレラ、これ大好きです。ルーセントアンブレラ、ルーセントのアンブレラの URL も下の概要欄に入れるけど、これもすごいいっぱい使ってます。ルーセントアンブレラ入れて撮影すると、これは本当にコンパクトなセットになると思います。ポートレートに最高なコンパクトなセットです。もうこれだけで普通にポートレートもう撮れます。最高です。そしてもう一回、何よりもこの新しい日清のライトスタンドはすっごいコンパクトです。もう今までの60センチの方が多分もう少し全体的にもう丈夫かもしれませんが、もっとコンパクトな感じでいきたい時、前回のは確か65センチぐらいまでは長くなってるけど、今先日一緒に撮ってたけどこんな感じです。新しいこのモデル LS5C-XL と65 LS65、これぐらい長さが違うんだけど、でもこれが本当にコンパクトで、もう一回収納するとこんな感じです。そして実際にストロボも外したら、もうちっちゃ、もうマジちっちゃ、これぐらいのサイズです。最高。もう多分これからこれめっちゃ使うのかなと思います。もちろん大きなモノブロック使う時はたまに使うことはあるので、例えばゴドクスの AD600 とか、使いたい時はあるので、そういう時にはこれ載せれない。そういう時には頑丈なフォティクスのライトスタンドに。でも逆にそういう時にはバックライトとかもう一頭直当て使ってる時にはもうこれ素晴らしいです。もうマジ最高。日清の新しい LS50C というイルコスタンド、 URL は下の概要欄に入ってるので、気になる方がいればぜひ見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。イルコでした。皆さんの意見も知りたい。これどう思ってるかぜひコメントで教えて。もうマジ軽いから、もうびっくりするぐらい軽い。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。イルコでした。イエイ。